としてて知られていたテレビシリーズ、ピット・ポニーで、キャリアが始まり、その後、トレーラー・パーク・ボーイズ・リ・ジェネシス・バイオ犯罪捜査班に出演する。活動を映画に移すと、ハード・キャンディへの出演を経て、ジュノ・ジュノでブレイクする。他の主な出演映画には、X ・メン・ファイナル・ディシジョン、賢く生きる恋のレシピ、ローラー・ガールズ・ダイアリー、インセプションなどがある。 ジュノ、ジュノでの演技によりアカデミー主演女優賞などにノミネートされた。2020年12月にトランスジェンダーであることを公表し、エリオットページに改名した。ノバスコシア州ハリファックスで生まれ育つ。グラフィックデザイナーの父デニスと教師の母マルタの間に生まれる。ハリファックスグラマースクールに10学年まで通い、しばらくハリファックスグラマースクールで過ごした後。 2005年に、シャンバラスクールを卒業した。また、オンタリオ州トロントで、ボーンロードアカデミーのインターアクトプログラムに2年間参加し、後に俳優となるマーク・レンドールとは、その当時に友人となった。幼少時代は、アクションフィギュアで遊んだり、木登りをしたりしていた。2007年4歳の頃に、学校の舞台で演技デビューした。 初めてカメラの前で演技をしたのは1997年のテレビ映画ピットポニーであり、後にこれはテレビシリーズ化された。その後もカナダのテレビ映画やテレビシリーズに出演する。2001年にはトレーラーパークボーイズの第2シーズンに出演した。16歳の時にマウス2マウスにキャスティングされヨーロッパで撮影した。2005年に映画 ハードキャンディに出演し、今年最も複雑な、不穏な、忘れられない、演技の一つと称賛された。また2006年には、X、面ファイナルディシジョンで壁を通り抜けられる能力を持つ少女、キティプライドを演じた。2007年の映画、ジュノ、ジュノでのジュノの演技は賞賛された。ニューヨークタイムズの映画評論家の A.O. スコットからは、驚くほどの才能をと評され、 またロジャー・イー・バートは、エレン・ページのジュノよりも優れた演技は、今年あっただろうか私はそうは思わないと述べた。ページはこれにより20以上の賞にノミネートされ、カナディアン・コメディ賞、インディペンデント・スピリット賞、サテライト賞などを受賞した。またアカデミー主演女優賞にもノミネートされたが、エディット・ピアフ・アイの参加のマリオン・コティアールに敗れた。また2008年には、 出演映画、賢く生きる恋のレシピが、三段制映画祭で、プレミア上映された。これは、ジュノ、ジュノよりも前に撮影されたが、公開はその後となった。ページの役所は、デニスクエード演じる大学教授の娘である。2008年3月1日に、サタデーナイトライブに出演した。2009年5月3日。 テレビアニメ、ザ・シンプソンズの第20シーズン第1 9話ウェーブリーヒルズ9から0から2から 1DO で、ハンナ・モンタナのパロディキャラクターであるアラスカ・ネブラスカの声を務めた。またドリュー・バリモアの監督デビュー作、ローラー・ガールズ・ダイアリーに主演し、ジュリエット・ルイス、マーシャ・ゲイ・ハーデン、バリモア、クリステン・ウィグラと共演した。同作は2009年のトロント国際映画祭で、 プレミア上映された後、2009年10月2日に拡大公開されたコミコンインターナショナルにて、マイケル・ランダー監督の映画サイコリバースでは、キリアンガ・マーフィー、スーザン・サランドン、ビル・プルマン、ジョシュ・ルーカスと共演した。この映画は当初2009年公開予定であったが2010年に延期された。 2009年8月、クリストファー・ノーラン監督の映画、インセプションの撮影が始まった。この作品では、レオナルド・ディカプリオ、マリオン・コティアール、ジョゼフ・ゴードン・レビット、渡辺・ケンラと共演し、2010年7月16日に公開された。また同年には、スーパーが公開された。2012年4月イタリア公開のウディアレン、 監督作品、ローマでアモーレに出演する。2012年6月、クアンティックドリームは、テレビゲーム、ビヨンド、ツーソウルズでページとウィレム・デフォーが主人公の声を、務めることが発表され、2013年10月に、発売された。2013年1月、ブライアン・シンガーは、X、メン、フューチャーパストでページが再び、キティプライドを演じることを発表した。 2013年2月、ページはミス・スティーブンスで監督デビューし、アンナ・ファリスが出演することを明かした。脚本はジュリア・ハートが執筆し、ゲイリー・ギルバート、ジョーダン・ホロウィッツ、ダグワールドがプロデュースする。FHM の世界で最もセクシーな女性では2008年に86位、2009年に93位となった。 2008年6月にエンターテイメントウィークリーの未来のエイリスト俳優に挙げられた。2008年にミャンマーの軍事政権に反対する30人のセレブリティの一人としてオンライン広告に登場した。プロチョイスフェミニストを自称している。2014年2月14日、全米最大の LGBT 人権団体であるヒューマンライツキャンペーンがラスベガスで開催した。 カンファレンス、タイムツースライブに登壇し、スピーチ中に性的魅力を感じる相手が女性であることをカミングアウトした。2018年にはダンサー、振付師である女性エマ・ポートナーと結婚した。2020年に自身の SNS でトランスジェンダーであることを公表し、女性名のエレン・ページから男性名のエリオット・ページへと改名したことを発表した。 2021年には離婚を発表し、乳房切除手術を行った。ありがとうございます。